後ろ。あ、やばい。いっぱい来た。うわ、これめちゃくちゃいる。渡らないと。逃げろってこと？え、待って、やばい、あ、ダメだ。あ、なんこれ、なんだこれ、なんだこれ、何だこれ、ぶら下がってる。ちょっと待って。なんだこれ。ここにいたら驚くかな。ここに立ってよ。あ、来た来た。何してんのお前、気持ち悪いって。あ、すいません、ちょっと驚かそうだと思って。何してるのか、本当に。すいませんでした。すいません、戻ります。ふざけすぎました。おい、なんだろうね。すいません、おい、なんだろう。あれ、すいませんじゃなくて、ちょっとクリスマス気分が抜けてなくて。呼ばれたんだろう。ちょ、水戸さんにやれって言われてて。これなんかおもろいもん取るとあれだよね、確か。お前さ、怒られる、怒られる、あ、怒られる。怒られる。ティビ先輩、初めて喋ったけどおもろいな。もっと怒られて。じゃあ今日は何かしら告知があるということで、はい、あ、なんかいいんすか、そんなの。じゃあやめとく。いや、じゃあやろっかな。せっかくなんで。どうぞ告知していただいて。はい、じゃあちょっとこちら、ドドンドン。ごめんね、あの最初からありがとう、ありがとう、ありがとう、ごめんね。何回も言いますよ。ありがとうございます、本当に、はい、最後のコーナーは虹ヌーチャンピオンシップ。よいしょよいしょ。このコーナーは各曜日で同じゲームにチャレンジ、どの曜日が一番いい成績を残せるか、レギュラーメンバーの結束力を競うコーナーです。今週挑戦するのはこちら、ニジヌースゴロク。はい、ギリーイエーイ。俺らに本当に似合うからな。似合うからね。まずは気合ギリということで、目隠しをした状態で気配のみで相手を切るっていうやつ。気配だけで？絶対、まあまあまあ、気配切りでやっちゃいけない方だと思う。これね、絶対回りすぎて頭おかしくなりそう。デコボコ、あ、なった。あ、やば。待って、マジで喋ってるやつがいるな。バカだな。俺らもな。俺らもバカだ。確かあった気がする、そういうの。みんな聞きたいことツイートして、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 ツイートしてほしいな、マイメロ、ツイートしてほしいな、マイメロ、ツイートしてほしいな、似てるわ、似てるわ、ツイートしてほしいな、おばあちゃんってツイートしてほしいな。かなり今年来てるみたいな感じではあると思います。聞いたことあります、楽曲。僕ヴァンパイアは知ってますよ。あ、ご存知ですか。私ヴァンパイアみたいな。僕はさすがに僕の音域だと歌えないですけど、先輩方も結構歌ってる方いらっしゃった気が。サムネでは結構見るんですよね、あのマスクを外して、あのなんか歯を見せてるっていうのでね。そうそうそう、結構皆さん上げられてるっていうので、うん、うん、ガールズ系の曲でいいんですかね。じゃあやっぱり私って言ってるし、そうかな、確かにガールズ系の曲っぽい感じはしますね。で言ったら、チー吸わせて、チー吸わせて、ヴァンパイアいいの吸っちゃうのみたいな感じでしょ。違うの。目泳がすな、目泳がすな。